ははいいいこんにちは三原ですすつもありがとうございます、えー、今日のバスケの大学のテーマは、プリンストンオフェンスの珍シリーズというものをお話ししたいと思います。えーまあ、ここ最近ずっとですねプリンストンオフェンスの仕組みについてお話しをしていて、えーまあ、大きく分けてプリンストンオフェンスっていうのは3つこう種類があるんですね。種類っていうか、まあ、やり方っていうのかな、えー。センターがどこにいるかで決まるんですけれども、えー、ローポストのシリーズ、それからハイポストのシリーズ。 そして、ハイポストでもちょっと違ったチンシリーズというこの3つがあるんですね、えー。ハイポスト、ローポストのプレーはあの昨日まででお話をしたので、えー、今日は最後にチンシリーズということになります。えー、プリンストンフェンスを、ね、学ぶ上で非常に大事なのは、その形というよりは、ねえー、私はこの思想、を考え、これが好きだなと思っていて、えー、個人で点を取れなければ組織で点を取ればいいと。 能力が低ければ練習をすればいいというですね、えーまあ、プリンストン大学の元ヘッドコーチのピート・キャリルさんという方が、えー、数十年前にやっていたオフェンスその根底にある考えが個人よりも組織ということなんですよね。でバスケットボールの方法論としてはやっぱりゴール下を攻める方が強いわけで。 えまあ強いというかね、シュートの確率がやっぱり高いですから、ゴール下を攻めるということが絶対に大事になるわけですが、まあ、そういう中でね、えー、背の高いチームはポストプレーをしたり、えー、それから動きの素早いチームはドリブルでドライブをしたりということが一般的な中、えー、ピート・キャリル率いるプリンストンンフェンスはバックドアカット、まあ、いわゆる裏に抜けてね、 ディフェンスの背中をパッとこう走り込んでバウンドパスを受けるようなバックドアカットこれを多用してえまあ自分たちの戦い方を作っていったわけですね、うん。でレイアップシュートで終わるかまたはそのバックカットにディフェンスが収縮したらスリーポイントシュートをこうえー打っていくかというようなところでえまあ自分たちの戦い方を確立していってまあその根底にあるのは個人よりも 組織で点を取るとというとこ,ろ、まあ、こういう思想的なところっていうのはすごく、ね、今のバスケットボールで私はまあ高校生の指導者ですけど高校だろうが中学だろうがミニだろうがそういう、ねえーまあ、普及のステージで活動されている指導者の方へはすごくこう、あのー、参考になる考え方じゃないかなというふうに思っています。 さて、今日の本題、チンシリーズなんですが、チンって何かっていうと、英語で言う顎なんですよね。で普通サインを、あのセットフェンスでこうサイン出すときっていうのは、グーやったりね、えー、親指出したりとか、チョキやったりとかですね、こういうまあハンドサイン、あとはまあ最近頭を触ったりとかね、えー、胸をこうやったりとかね、こういうようなサインが多いんですけど、まあ、顎をこう触ったとで。顎を触ったのがサインっていうのってあんまり一般的じゃないんで、で相手チームは全くこれに気づかず、 今から紹介するプレーにバン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 引っかかったと。うん、っていう、そんな逸話からですね、チンシリーズっていうね。えー、で、最初は全然誰にもこうバレなかったんですけど、あまりにいいプレーなので、えー、むしろこれが世界一有名なサインになってしまったというね、えー、こ,れこの話私好きなんですけど、すごくないですか、ね。最初は全然バレなかったけど、あまりに素晴らしくて、世界一有名になっちゃったセットフェンスっていうね、お、え、も、ー、いなと思います。 はいえー、では、やり方説明していきます。まあ、プリンス・トフェンスすべて4アウト、1インの形から始まりますね。センター5番だけがあの固定のポジションで、あとの4人は、ねえー、同じプレーができる、まあ、全員がアウトサイドシュートが打てて、えー、全員が、ねえー、パスやドリブルができるという、まあ、外回りが4人、ね、ここはポジションがあまり関係なく、全員が同じことができると。 で、5番だけが固定ということになりますが、えー、センター、ローポストではなくてハイポストにこう上がってきてもらうんですね。えー、まず。で、顎を触ったらこういう形から入っていって、えー、最初、パスをこうね、逆サイドに展開をしたらですね、そのガードのところにバックスクリーンをかけて、ゴール下の パスを狙うという動きをまず狙います。これ、シャッフルカットなんて言い方をしますね。センターのスクリーンを、あのフリースローラインの角あたりに立ったセンターのスクリーン、エルボーのスクリーンを使って、ガードが飛び込んでいくと。これ、意外と決まるので、1試合2点はこれで取れるんじゃないかなというふうに思います。 はい、でここにボールが入らなくてもです、ね、えー、と1番の,あのプレイヤーは、まあ、ローポストに面を取るようにして、ローポストアップすると、ガードの選手っていうのは、大抵、ローポスト守るのは苦手なので、でここでまあ1対1を仕掛けるということもできたりしますね。 この後、プレーとしてはですね、1番にボールが入らなければ、5番がですね、その隣にいる2番にね、スクリーンをかけて、フレアという動き、フレアスクリーンという動きですけれども、ボールから遠ざかるようなね、そんな動きを見せて、2番がボールをもらうということをします。 はい、こうするとね、まあ、この時に、もうもらった時にスリーポイントシュートが打てるような状況にもなるし、スペースとしてはね、目の前にあの広いスペースができますので、ここをまあドライブしていって、レイアップするとか、あとはえと3番、逆サイドの3番にこうパスをね、パンと飛ばして、3番がスリーポイントを打つとかっていう、まあ、いわゆるドライバーのキックの形があの作りやすいということですね。はい、もう一回ちょっと簡単に復習をしますね。 パスを、スイングパスをしたら、そこからシャッフルカットに入ると、ねで。シャッフルカットからフレアに入るということですよね。はい。でもらって、目の前にスペースがあったら、ドライブピッチということです。はい。ここまでよろしいですかね。でもし、これでね、シャッフルカットにパスが入らなくて、 でね、えー、まあ、フレアにもパスが入らないというふうにしたならば、えー、これ4番がこうドリブルで上がっていくんですね。ポジションを取り直すと。で、1番もスーッとこう、元のフォーアウトの形になって、で、またパスを飛ばして、シャッフルカットを繰り返すと。まあ、この繰り返しを行うっていうところのしつこさがチンシリーズの一つの魅力ですね。うん。えー、まあ、4がこれがシャッフルカットをして、5番が2番にフレアをかけるっていうね、こういうシャッフルカット、フレア、 ポジションを取り直す。で、シャッフル、フレア、ポジションを取り直す。シャッフル、フレア、ポジションを取り直すってことを延々、延々とこう、ま、続けていくというイメージになります。基本のパターンはこれですね。で、私が個人的にこの動きはすごく有効だろうなと思うのはですね、シャッフルカットをして、えー、まあ、レイアップにならなくてもですね、ディフェンスと競り合った状態でも、ここにローポーストにボールを入れてあげるんですね。 うん、で先ほども言いましたけど、えー、ガードフォワードの選手っていうのはあのー、リングにこう整体しての一、ね、対一は慣れててもリングを背にした一対一っていうのはやっぱ慣れてないところがあるので。 この守りっていうのは結構あの、どのチームも守れなかったりすると思います。なので、ここを積極的に、ね、1対1を仕掛けるようにローポストアップをするということですね。で、5番の選手、ハイポストの選手はどうするかというと、いろいろあるんですが、ここからですね、あのフレアスクリーンをかけるのと全く同じで、2番にスクリーンに行くんですね。そそうするとと意外と引っっかかって、これそのまま、 ゴール下に飛び込むこともできます、まあ、こんな動きをするとね、えー、結構いいんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、この徹底的にゴール下を攻めていくっていう考え方は、あの非常に面白いかなというふうに思います。 まあ、あの、スリーアウト、ツーインのね、ちょっと話はずれますが、私は個人的にはね、えー、背が低くてもセンターを2人作って、スリーアウト、ツーインの形でオフェンスをやっていくっていうのが、まあ一番好きっていうか、まあ安定してるかなと思うんですね。うん、で、プリンストンフェンスは、まあ基本4アウトのオフェンスなので、えー、まあスリーアウト、ツーインでは、 そのプレーは使えないのかっていうとそんなことじゃなくて、まあ、例えばこういう、ねえー、チンシリーズの一部分をあなたの,あなたのチームがスリーアウトツインの、ね、センター2人使うんであれば、まあ、こういうようなあの要素を取り入れることはできるかなというふうに思います。 はい、ちょっと話戻しますが、まあ、こんな感じでですね、えー、フレアスクリーンに抜けるところをですね、本来だったらフレアスクリーン抜けるところを、ローポストにこう一度ね、えー、シャッフルカットからローに入れたんだったら、フレアがそのまま引っかかったら、そのままゴールンに飛び込むというようなことも、まあ、できたりするということですね。それと最後にですね、えー、とボールを、スイングパスをしないで、ボールサイドの方にパスをしたら、えーまあ、要はセンターがね、えー、いるサイドですよね。 ここの5番のセンターがここにいるんで、まあ、普通はこうパスがこっちからこっち、ここの4番のところまで飛ばして、1番がカッティングっていうのがね、元々なんですけど、そうじゃなくて、何らかディフェンスがいるとかで、こっちの方にね、 ボールサイドの方にパスを飛ばしたときはどうするかっていうと、これはもう UCLA カットを使うということですね。まあ、シャッフルカットのボールサイド版みたいな、そんな感じで UCLA カットをこう使っていくということになります。まあそ、そうそれでね、もしボールが入ったら、もちろんこれで1番がゴール下で勝負ということになりますし、もし入らなければね、そのままこうドリブルで、またポジションを取り直しをして、チンを続けていくというようなこともできます。で、もう1個の手立てとしては、 えこの形で UCLA で切れ込んだらですね、この1番がまあリップスクリーンとか言ったりしますけど、もう1回この5番にスクリーンかけるんですね。で、5番をセンターをもう1回中に入れてあげて、1番は外に出るというふうにすると、おとといかな、おとといかなにお話ししたまあローポストシリーズというふうなものに入って、ローポストに入れてスプリットアクションをするとかっていうふうに、またプレイがね違った形を作ることができるということですね。まあ、チンシリーズ、いろんなねやり方ありますけども、基本的な代表 基本的ななななととこころはこんな感じの、えー、プレーになるかなと思いますあのシャッフルカット使ってねバックスクリーンでビュンと飛び込むっていうのは結構ねあの分かってても引っかかっちゃうようなところがあるので、えー、すごくおすすめかなというふうに思います。 一応ですね、昨日、おとといとお話をしてきたこのプリンストンフェンスなんですけども、まあ、複雑といえば複雑ですよね、そんなに簡単にできる感じじゃないと思います。かなり練習をすればね、2対2の練習、3対3の練習、まあ、初日というか3日前もお話ししましたけど、ボールサイドの3対3の練習をして、ヘルプサイドの2対2の練習をして、それを組み合わせるような5対5をしてなんていうふうに、まあ、辛抱強く練習を積めはですね、えー、まあ、 多分あのある程度できると思うんですが、結構全体としてはねあの、覚えることが多くて、少し難しめのオフェンスじゃないかなとは思います。ただね、えー、先ほどもちょっと言いましたけど、あのその一部分だけをね、えー、ちょっとやっぱバックドア使っていこうっていうねそういう一部分だけでもあの、あなたのオフェンスに取り入れるってことはできるし、今までやっていたね、チームでやっていたオフェンスっていうものがあると思うので、まあ、それを、 あの大きく崩さない形であってもこのプリンストーフェンスのような考え方ディフェンスをよく見て。 ディフェンスがオーバープレイしてきたら積極的にバックカッと抜けていくというようなこの考え方を、ね、頭に入れるだけでも、まあ、この動画を視聴していただいた価値があるんじゃないかなというふうに思ってねなんだかあなたのお役に立てばと思ってプリンスのオフェンスね私もちょっと久しぶりに勉強し直したもんですから、えーまあ、お話をさせてもらったということですね最近 NBA とかでは5アウトのねオープンスペースのオフェンスがすごく流行っていて、まあ、どこのチームもそういうことやってるなというのがあってね でなんでこれが流行ってるのかなというふうに思ったときにやっぱりその昔をたどると何十年も前にプリンストン大学がこういうことをまあやってたというところをまあ私はあの気づいたものですから、まあ、今の時代に、ね、あった形っていうもののさらにその深掘りをしたっていう形でちょっとプリンストンオフェンスの、ね、話をえ改めてお届けをしましたこの、ね、ディフェンスがオーバープレイしたらバックダウンに抜けるっていうこれだけを入れるだけでも、ね、きっとあなたの今までやってたオフェンスが少しまたね、えー、アクセントがついて面白い いんじゃなないいいいかかという,ふうに思いますのでもしよっったらやててみてくださいはい、ありがとうございました。このチャンネルではいつもですね、こんな感じで、バスケットボールの悩み解決になればいいなと思ってですね、指導者の方向けにお話をしているチャンネルになります。何らかあなたのお役に立てたら嬉しく思いますので、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると、私の励みになりますし、チャンネル登録をしていただいて、このバスケの大学にぜひ入学をしてください。 えー、そして現在ですね、あの指導者の方向けに、えー、無料のメルマガ講座というものもやっています。えー、現在登録していただけると、えー、限定でですね、特典教材の本もプレゼントしてますので、えー、そちらだけでもお受け取りいただいたら嬉しく思います。はい、えー、最後までご視聴ありがとうございました。新原学部でした。原学ででしそれではまた。